はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト9、続きやっていきたいと思います。ですね、今回ですね、前回からまるっきり続きですね。ちょうどね、セーブできる場所がなかったので、前回ね、暴き草というものをカズチャ村という場所まで行って取ってきまして、その暴き草は何ですかっていう話なんですけど、魔物にね、その暴き草を汁にしてね、暴き汁にしてそれをかけると、人間にね、化けている魔物の化けの皮を剥がすことができるという。まあいいや。まあお金には目がないとね。これ氷の盾とか装備してるので、踊る宝石ね。まあ、お金持ってるんでね。まあ、こんな感じの強さなんで、まあほとんどね、マックスなんでね、この状態でいけばいけるんじゃないかなと。336か、そんなに大して持ってるってわけでもないんだ。ゴールドマンの方がやっぱ持ってますよね。500ゴールドぐらい持ってますからね。ただ強いですよね。全然、やはり。あ、村に入った瞬間別にイベントではないんだね。なんかこう、慌ててない？今、ナムジン様があの魔物と戦ってるだよ。みんな決着を見届けるために広場に集まってくるだ。ほれ、あんたも急ぐだよ。お、これ芝居してんのかな、もしかして。あははは、ラボルチュ。うんうん、でかした、でかしたぞ、ナムジンよ。よくぞ、魔物を倒した。それでこそ俺の息子、気高き遊牧民の子よ。怖くて怖くてどうしようかと思いました。けど父上とシャルマナが見守ってくれたおかげで僕は勝てました。ありがとうございます。死ぬまでずっと父上とシャルマナについていきますとも。ほほほ、なんと可愛らしい。わらわがお守りするでな。もう泣かなくてもいいぞえ。ありがとうシャルマナ。うわ、父上、魔物はまだ生きています。一体どうすれば。お前の手でとどめを刺すのだ。そいつは俺の命を狙った不届きな魔物だからな。はい、わかりました。それでは早速。よし、今だ、ポギー。シャルマナに飛びかかれ。これまでだ、シャルマナ。正体を見せてみろ。何をする、ナムジンよ。貴様、正気か。シャルマナ様、ナムジン様はどうしちまったんだ。落ち着くのだ、カルバドの民よ。この女は人間ではない。さあ、よく見るのだ。お前たちが信じていたこの女の正体よ。かあ、体が崩れる。なんじゃこれは。どうなんだろう、何者なんでしょう。まあこのフードかぶっててこれ、あー、やっぱりこれか。まあこれかっていうか、このグラフィックかって言えばいいのかな。ああ、幻術師シャルマナ、グオー。なんという。この魔物は今まで私たちを騙していたのだ。こいつは我らの意のままに操り、草原を我が物にせんと企む悪魔なんだ。さあ今こそみんなで力を合わせ、この魔物を倒そう。うわー、シャルマナ様が魔物に。終わりだ、草原は終わりだ。みんなの方が腰抜けじゃん。くそ、情けない。こうなれば僕たちだけで。一撃のもとに。これ戦うの。ふう、人間ごときがここまでわらわを怒らせるとは。もう少しで族長を垂らし込み、のんきな遊牧民どもを利用し、草原を我が出陣できたものを。なんで草原欲しいんだろう。わらわの計画を邪魔しようってもう我慢できん。残らず食い殺してくれるわ。はい、来た。まあ戦闘なりますよね。なので前回ね、まあこの寸前で止めたっていうのもありますけど。作戦で、これで命令させろでね。戦う特技、応援。魔力覚醒。まあ、これだとね、呪文の威力が上がるので、メラミ覚えてるんでね。うわ、マジックバリア！いやらしいな。なんか分かった感じな。もう吸い取るのかしかも。マジックバリアは、しょうがないか、魔法バリア。あー、でも柔らかいな。特技、ハヤブサ斬り、特技、魔力覚醒やったから一応、あー、女神どんぐらいいくんだろう。マジックバリア使っちゃったけど。突風を巻き起こした。全体か。あ、スコロンだ。うわ、マジか。そういう感じか。テンション元に戻ったって。まだ立ち上がれない。まあ、それで一旦は終わったね。
まあ、しょうがないか。魔力覚醒したから、あー、せっかくテンション貯めたのに。あー、いいね。110いけば、全然100超えれば美味しいです。お、イオラ使ってくんのか。イオラ後に攻撃。パラディンにしたからね、ベホイミ使えなくなっちゃってるんですよね。だけどここベホイミ使えるから、メラミでいいね。刃の鎧で跳ね返ってますね。お、呪文への強さが元に戻った。すころばなければメラミ使える。よし。あー、いいね。メラミ147もいく。魔法バリア、魔力覚醒はしてるからね。メラミだけ使えれば全然違いますよ。おー、イオラ、魔法バリア使ってるから2人だけはあんま食らわないけど。カズボウはじゃあ大丈夫だね。カズボウは大丈夫だから、ミラクルソードあたり使っといて、あとね、毒薬草で自分回復しちゃうか。まあ、毒薬草いくらでも作れるからね。メラミでもよかったけどね。こうやっとけばとりあえずイオラとか食らっても全然大丈夫なんで、あとは花子が自分で回復すると思うんですけど。マジックバリア。魔力覚醒っていつ切れるんだろう。ね、回復しますよね。あとはそんなに急ぐことないので、切れてんのかな、魔力覚醒。まあいいよ。やってみたらわかる。100ぐらいいくのに。おー、いいね。魔力覚醒強いな、やっぱり。まあ、暴走魔法陣とかあればね、また面白いんですけどね。地味に回復すればね、まあとりあえずやられることはないと思うんで。まあ草原の、まあ、悪魔をね、倒さないといけない。やっぱパワーありますよね。前回カットしてよかったですね。あのまま続けたらね、相当な長い時間の動画になってしまったってことですよね。こっちもね、だいぶ強いんでね、30までなってるんで、あとは旅芸人を魔法戦士にしようかな。どうしようかな。パッシブが欲しいのでね、まあ魔法使いでもいいんですけど、剣をね、最大まで振って。あ、攻撃魔力元に戻った。じゃあ覚醒もう一回やっておけばいいね。じゃあ、呪文で主人公が花子で、ここだけ魔力覚醒やればいい。地味にね、回復してくれるとね、やっぱりね、まあ、ちょこっととはいえ嬉しいので、これでもうそろそろ結構いいと思うんだけど。ほらね。あ、77だって。やっぱり硬くなってない。お、精霊石。ミスリル鉱石とか3000ゴールドで売れるみたいですね。かぁ。まさか人間ごときにわらわが破れるなんて、おのれ、せっかく魔力が。落ちちゃくなっちゃった。あれかな、また4次元効果かな。え、天竺だったの。天竺が食べてああなっちゃったの。すごいね。カズボウは女神の果実を手に入れた。よし、6個目でしたね、確かね。あれがシャルマノの正体だべ。なんてこったい、オーラたちは今まであんな魔物を信じていただか。テンツカステンツクで可愛いんですけどね。ひひひ、頼む、許しておくれ。わらわは何の力もないんじゃ。一人ぼっちで遊牧民どもに怯える自分が嫌だったんじゃ。だから草原で手に入れた果実を食べ、願ったのじゃ、わらわは強くしてくれと。絶大な魔力を手に入れ、自分を抑えられなかったんじゃ。見逃しておくれ。
お前のやろうとしたこと、それは決して許されない。だが、力を失ったお前を倒したところで、もはや何の意味もない。どこへなりとも行くがいい。だが、一つだけ条件がある。僕の大事な友達、このポギーとお前も今日から友達になってもらおう。もう一人で怯えなくていい。これからはポギーが一緒だ。ポギー、それでいいかい？グギギー。ありがとう、ポギー。さあ、シャルマナ、早く行け。なんと心の広い方じゃ。もう二度と悪さはせぬ。すまぬ、すまぬ。もう十分後継ぎできるぐらいの器ありますよね。で、シャルマナなんだね、一応名前はね。これはこれで仲間にしたいなっていうのありますけど。おー、いいね。天つくとバブーンが一緒に。バブーンじゃない、あれなんだっけ？マンドリルだ。どっか行っちゃいましたね。カズボウの働きで穏やかな草原が戻った。みんな眠るのも忘れ、宴を楽しんだ。そして夜が明けた。意外や意外、シャルマナの正体の正体ね。すごい正体だと思いましたけどね、さらに正体がものすごかったですね。よく眠れただか？昨日はすごかったなあ。あんたはカルバドの英雄さ。そういや、族長から話があるらしいんだ。みんな広場に集まってるだよ。そっか、族長から話がある。まさか後継ぐのか。なんかそういう流れのような気がするけど、どうなんだろう。よく聞け、カルバドの民よ。俺は族長の座を降りる。あ、やはりだ。未熟だと思っていた息子はいつの間にかこの父を超えていたようだ。今のお前になら安心して託すことができる。今日からお前が族長だ。私が族長ナムジンである。よく聞け、カルバドの民よ。私たちは誇り高き遊牧民族。何者にも縛られず道を切り開くのが私たちの生き方だ。自分たちのものでない力にも頼り切るなど、誇りを捨てたも同じこと。いいか、みんな。まあ、助けたけどねって言いたいけど、まあ、ここは聞いておきましょう。遊牧民の誇りを忘れなければ自分を見失うことはない。強くなるのだ、カルバドの民よ。しっかりしたね。まあ、父越えしましたね。よし、じゃあちょっとお話を聞いて、次どこに行くんだろう。ん？あれ、いないな。ナムジン様とラボルチ様なら二人で墓参りに行ってるだよ。パル様に会いにな。あそこか。あそこ行ったら次の場所わかんのかな。二人してね、いつの間に行ったんだろうね。お金は2800か。バルキリーソード欲しかったけどね。とりあえずじゃあ会いに行ってみましょうか。まあ、ここはもう解決したも同然なので、次の場所ですね。まあ、そこまで行ければいいので、とりあえず今回は、ガルバドの解決編ですね。解決して新たな知恵って感じですね。だから時間があればね、またね、クエストとかね、なんかいろいろやろうと思うんですけど、とりあえずね、はい、着きました。ここにいるって言ってましたね。ダダマルダザン。すごい名前だな。思えば墓参りなど、ここ最近はなかったな。手入れがしっかりしている。全部お前がやったのか？ええ、母上は綺麗好きですし、手入れを怠ったら怒るに決まってます。そうだな。俺は何一つあいつにしてやれなかった。面倒ばかりかけちまった。あいつは強い女だったな。族長の妻として立派に生きていた。今のお前の姿を一度でいいから見せたかったよ。族長になった息子の姿をな。見ているぜ。母上、どうかご安心を。ナムジンはカルバドの族長として集落を導いていきます。カズボさんも来てくれたんですか？母上はここにいますか？ナムジンのことで心配しなくていいので、安らかにお眠りくださいとどうか母上にお伝えください。まあ、見える人の使命だね。見てます、見ていますよ。こんなに立派になって、あなたを誇りに思います。ありがとう、カズボさん。もう思い残すことはありません。これで安心して眠れますわ。まあ、いいことするとね、やっぱ気持ちいいですよね。安らかに。ああ、また一つの魂が浄化して、星のオーラがいっぱい散らばってるんじゃないかな、というところですけどね。お、なんか落ちてる。お、妖精の腕は、あ、ここに来たらね、もらえるんだね。
愛しの母上、ここに眠るその気高き魂は草原を流れる風とならん。さて次の場所行きますか。妖精の腕輪か。妖精の腕輪って、まあ、力の指輪あたりの、あ、これか。守備力と最大 MP が上がる。最大 MP か、それ美味しいな。美味しいから、これは、最大 MP が10しかない、ボッコさんで、最大 HP が少ないから、これは、守りのルビーをここにしようか。おぉ、いいもん手に入れましたね。じゃあ、カルバド大草原の右かな。とりあえず、カルバドはこれで完了ですね。まだ冒険なんですかみたいな感じで、なんか話してくれるかもしれないから、一応ね、話してみて、まあ何もないようでしたらまた自力で探すしかないので、クエストも何かしら発生してるとは思うんだけど、してないかな。まあしてたらしてたでいいけど、まあしてなかったらしなかったでな、いずれね、なんかあったと思うんですよね、ここ。お、いた。お、属性座ってる。おう、カズボウか。いきなり偉そうになったな。今の草原があるのも全てのあなたのおかげだよ。そうだ、ポギーとシャルマナなら2人で元気にやっているよ。あれで結構仲がいいみたいだな。シャルマナが魔物だと気づけなかったとは、全く俺はどうかしていた。年寄りはおとなしく去るよ。ナムジンの成長が楽しみだな。あいつならいい属性になれそうだ。まあ世代交代でね、いずれはね、絶対ね、まあ、自分の番が回ってくるのでね。自分がこう導く側になっていかなくちゃないのでね。まあそういう面でもね、まあね、まあリアルでもね、アホなことはしてらんないってね、若いうちだったらいいですけどね、ある程度年取ってくるとね、いろいろ責任がね、まあのしかかってくるのでね、まあそういう意味でもね、まあ今考えても遅くはないよって感じですね。ということで、どこだろう。あ、ちょっとセーブして、次のとこ、あ、なんだ、オラ、フールフだ。トッチャとカッチャは素朴で称号差を持っていただよ。トッチャは純真美少年。カッチャは大自然のアイドル。この称号の人ってのはどんくらい素朴なんだ？オラはトッチャもカッチャも見たことね。オラに教えてけろ。純真美少年なんて持ってないぞ。教えてくれるだけありがとう。称号ってのはプロフィール設定で肩書きで設定できるだよ。おめえも素朴な称号差を持ってて設定できるかもな。トッチャとカッチャがどんな人だったか早く知りたいだ。絶対教えてくるの。ちょっと待てや。純真美少年、大自然のアイドル。大自然のアイドルは女の子だな。純真美少年、まあいいや、そのうち手に入るでしょ。なんだそれ。ああ、一発の魔物キラーだったね。そういえばここ見るの久しぶりだね。純真美少年なんてないぞ。で、ある？ないよね。あんまりないもんだってまだ。純真美少年ないね。まあ友達手に入れたらまた、まあ自分で見つけましょう。とりあえずね、まあ次の場所ですね。とりあえずね、記録します。前回から記録してないので、ですね、とりあえずね、まあ今ねちょっとだけ調べたんですけど、称号をね手に入れるにはなんかね、素朴さっていうのがね、上げなくちゃいけないらしいんですね。で、装備品によって、そのなんか隠しパラメータみたいなのがあって、だから要はね、素朴なので、まあ猛牛ヘルムとかなんかそういう、なんでしょうね。まあ素朴な装備って言えばいいのかな。まあそんなのを装備してると素朴さが上がるみたいですね。で、ついでに、受注してるクエストを見つけたんですけど、これね、大草原で、ベリーダンスを踊ってる先生を探せと。っていうクエストがあるんですけど、あれ踊る宝石をね、いっぱい倒してるとね、前のゴールドマンと一緒ですね。ゴールドメッキマンのメッキを剥がすと一緒ですけど、まあ、そんな感じで、いるみたいなんで、そこだけやって次のとこ行っちゃいましょう。多分おそらく、この右だと思うんだけど。まあ、そこら辺までですね。で、次の場所行ければいいかなと思うんですけど。まあ、どっから行くんだろうな。まだ行く道がちょっとわかんないので。とりあえずここら辺でね、まだクエストも多分やり残してのいっぱいあると思うんですけど、まあ面倒なのもありね。簡単なのもあると思うんですけど、まあ行けなくはないと思うんでね。まあ、行けそうなのがとりあえずその踊る宝石がなかなかいないんだよな、しかしね。
あ、いた。これを倒してればいいらしいですけどね。これ確か、あ、これね、そうだ。ここもまた情報いただいたんですけど、盗むでいいかな。なんかいいものがね、盗めるんですよね、これ確かに。あ、光の石。これね、なんかいっぱい必要らしいですね。なので集めておいた方がいいですよってね、踊る宝石の、まあ、クエストもあるので、それを併用しながら集めるのがベストですよっていうね、コメントいただいたんですよ。なので、ここのことだね。そうだね、まだ先の話になるって言ってたんで、まだどこかね、まあ、過度なネタバレじゃないので、すごくね、助かりましたね、それはね。そうだね、こういうね、何かやりながらアイテムを集めるっていうのはね、やっぱ効率いいので、とりあえずね、まあ、こんな感じで多分倒すとイベント起こると思うんですよ。それだけやっちゃった方が楽ですよね、次行くのね。だからそこまでやっちゃいたいと思います。まあ、かなり時間かかると思うので、まあ、成功したところね、だけ収録できればいいかなと思ってます。なので一回ね、まあ、そこまでカットしましょう。はい、何回かね、戦ってたらね、今また出てきましたね。食いつかれましたね。なかなかね、出現率低いんですよね。お主なかなかやるのを、こんなに見込みのある人間はメリサ以来かもしれん。お前に私のとっておきのダンスを教えてやろう。お、フリフリ踊り出した。あ、ベリーダンスを覚えただって。これなんかあるのかな？また後でね。精進せい、期待しておるよ。まあ、よくよく考えると踊る宝石かなって感じがしますよね。はい。倒したので、今ね、盗賊にしてるんですよね。なので、ね、このままでもいいんですけど、まあ、ちょっと行っちゃおうかな、このままで。レベル低いけど、まあ、レベル上げていけばいいもんね。じゃあ一回、ちょっと、まあ、難しいクエストだったので、体勢立て直してから行こうと思います。まあ、とりあえずね、今外せないのが、魔法使いがね、外せないかな。馬の糞。まあ、盗みながらね、今ね、やってたので、まあ、主人公は今レベル11しかないんですけど、まあ、やってればね、レベル上がってくると思うので。おー、集中攻撃されたら終わりますね。まあ、大丈夫だと思いますけどね。まあ、盗賊で欲しいのは盗むぐらいなので、主人公はね。素晴らしいな、槍使い。パラディ。やっぱ上がりますね。6か。10で盗む覚えるので、常時素晴らしさ20も欲しいな。16ぐらいまで上げて、あと剣スキルね、全部触れればいいんですけど、あと2で、あ、これでギガスラッシュ覚えられる。あとは、盗む覚えるまで上げればいいか。腐敗の剣を。あ、あと1でね、最強ですね、剣ね。お宝マニア。まあ、称号全部集めるとしたらね、まあ、こんな感じでやっていかなくちゃないですけど、全部集まるってことないと思うので。こっちかな？お、踊る宝石がいる。まあいいや、とりあえずはいっぱい倒したんで。カズ、チーチー山。え、これなんもないじゃん。え、なんかあんの？なんか材料あるかもね。また違うところ行くのかな、もしかして。お、トロルがいる。無言。多分なんか材料ありますよね、これね。お、目覚めの花か。そういえばね、ここのね、右行ってないんですよね。下のね、湿地帯はね、実は裏作業でちょっとやってます。地獄のハサミとかいたので、多分、いると思うんですけどね、ここら辺にも。夜半湿地。多分こっちだと思うんだけど。ガメゴンがいるね。ガメゴン戦いましたもんね。リザードマンも戦いましたね。ここから違うのかな？アシュバル地方。
アーゴンデビル。一応戦ってるんだけどね。あ、アーゴンデビル追っかけてきた。戦いながらでいいんですけどね。別にエンカウントシンボルは聖水使ってね、消えるんですけど、まあ普通に戦ってレベル上がるんで、まああったらあったでいいかなぐらいの。ちょっと待って、なんだ今の攻撃。あんなんやってくんだ。まあ、他のキャラクターね、強いんでね。まあ、前回のおかげでだいぶレベル上がったんで。お、なんだ、べっこ。おい、べっこいいね。亀装備に使えるって言ってますもんね。よし。まあ、ボタン音がね、ちょっとね、入ってしまったらすいません。なんだ、いきなり追っかけてきて。まあ、レベルは低いんでね、結構上がりますよ、ね。これ、ここか合ってんのか、これで。右って上かな、下もなんかいっぱいありそうですけどね。なんか、飛んでしか行けなそうな大地だけど、あれ。下の画面見てたら、カメゴンに当たりそうなる。寸前でよけ、なんだこれ。あ、これなんだ、ブラックベジータ。かな。おお、ここにいるんだ。一発で焼き尽くしですね。まあ、なんかね、先進んだらね、いろいろモンスターいそうですけどね、ここは。橋を渡り北、エルマニオン海岸。川沿いに西、ヤハンシチ。エルマニオン海岸。こっちのような気がするな。あ、なんかここっぽいな。これなんだ？氷の。あ、なんかいっぱい出てきた。デビルスノー。あ、なんかこれでレベル上げたような記憶ある。難しい。いっぱい出てくるんですよ。とりあえずね、初登場なんでね、これはね、確か初登場ですよね、デビルスノーはね。雪の結晶とか多分起こってるから、あ、そういえばですね、今更なんですけど、説明し忘れてたんですけどね、お、これ初めてか。前列とね、後列できるんですよ。ランドンクイナ。ドラケテンにもいたな、これ。確か。まあ、前列だとね、攻撃力が上がって、まあ、守備力が下がるみたいなね。後列だと攻撃力は下がるけど、守備力が上がるみたいなね。弱いうちは後列の方がいいんですけどね、だんだん強くなって、いずれね、前列になってくるので、まあ、どうしようかなって感じなんですけどね。ただ、盗賊20くらいまで上げたいなって感じするんですよね。パッシブ触れれば、まあ、それだけでいいんですけど、この、お、キラーリカント。だよね、これ。お、そうだ、やっぱり。あ、これ強いんじゃないか、攻撃力とか。テンションバーンやってるうち倒したいですね。バトルマスターのね、闘魂最高まで上げると、これ攻撃されるたびに上がるから、どうなんだろう、まあ、身代わりと併用できるのかどうか分かんないけど、でもできないですよね、一旦行ったんだもんね。これなんかありそうだけど、なんもないんかい。ないはしょうがない。まあ、何回も戦闘あるのはカットします。あ、なんかいた。あ、ここが前の冬将軍とかいた場所か、これ。お、ビッグボック。やばいな、主人公。お、結構100とか食らうんだよね。まあ、しょうがないか。とりあえずはね。素晴らしいな。さて、槍マックスにしちゃうかな。ね、全職業で槍装備できたら強いもんね。ここはまだ貯めてるので。よし。
まだかな、ここ。エルシオン学院。ようこそエルシオン学院へ。私がここの学院長です。ふむ、あなたが探偵の方ですね。え？違うけど。わはは、またご冗談を。面白いことをおっしゃいますな。やり手の方だとお見受けしましたぞ。さてと、ここで話すのもなんですから、歩きながら話しましょうか。実はですね、また一人うちの生徒が姿をくらまし、これで二人目になってしまいました。これ以上問題が起きれば、学院の信用は失われるばかりで、ほとほと手を焼いておりますよ。ですが、こうして探偵の方が来てくださったからには、事件などもはや解決したようなものですな。あなたの力なら行方不明の生徒を見つけることなどたやすいでしょ。うんうん、期待していますぞ。すみませんが、お名前は何と申されましたかな。私としたことがど忘れを。おう、カズボさん、そうでした、そうでしたな。いや、思い出しました。嘘つけって初めてだって。ああ、調べがいがありますね。失礼しました、カズボさん。では、これを受け取ってくだされ。少ないですが、手付金になります。お、お金くれた。そうそう、学院の者には、新入生が来るとだけ告げ、あなたの身分は伏せております。その方が生徒たちも本音を話してくれるでしょう。捜査の助けになるはずです。これは、当学院の制服になります。どうぞ、これを着てください。エルシオンブレザーね。もし、お疲れになった時は、学生寮に部屋を用意しております。どうぞご自由にお使いください。さて。あれ？勘違いされてるんですけど、なんか探偵になっちゃってるし。まあいいか、事件あるところに女神の果実ありって昔から言うしね。言うの、そんなの。よし、行くよ、カズボー。どんな事件かわからないけど、パパーと解決しちゃおう。やっぱ探偵って言ったら聞き込みでしょ？とりあえずさ、みんなの話を聞いてみようよ。まあ聞くのはいいんですけどね。あさりたいですよね、まずはね。ガザール旅行記ジョーと書かれた本がある。ずし、手に取ってみますか。初めて見た都会はサンマロという名の町だった。小さな田舎の村から出てきた俺とクレイブは、人の多さと活気に唖然としたものだ。サンマロを出た俺たちは、クビアナ城を見ようと砂漠へ向かった。夕日を背にした姿は圧巻だった。リディアンという少女も、少女と親しくなった。俺もクレイブも初めての女友達だった。それからはリディアンも連れて、オールドに向かった素朴な村だ。俺たちの田舎によく似ている。この村で俺は剣の腕を、グレイブは紺の腕を磨いた。リリアンも随分熱心に魔法を練習していたみたいだが、いや、これを書くのはやめておこう。下巻に続く。なんじゃそれ。下巻があるのかい。はい。ウォルドを出て向かったのはベクセリアって町だ。小さな子供が熱心に剣の特訓をしていて驚いた。なんでもエルシオン学院ってとこに入学するためには武器の扱いと頭を鍛えなきゃいけないらしい。面白そうだとエルシオン学院に向かうことに決めたグビアナに帰る。リリアンとはここでお別れだ。どうやら死とも魔法がうまくならず、嫌気がさしたらしい。なんともリリアンらしい理由だ。ベクセリアの商人に頼んでエルシオンまで船に乗せてもらったが、あの寒さは予想外だったな。子供好きだった俺とクレイブが、学院の教師にと誘われた時には二つ返事で OK した。てなわけで明日からエルシオンの教師としてしばらく旅はお預けだ。いつかこの学院に飽きた時には、またクレイブと旅に出よう。ここから先はアクションページが続いている。なんやそれ。生徒たちは仲間意識が強く本音を言おうとしません。全く厄介な年頃です。新入生ということにしておけば生徒はあなたにも心を開いて話すでしょう。え、待ってよ。エルシオンブレザーってことは装備できんのかな。まあ、毛皮のベストだけどね。エルシオンブレザーどれだ？これだ。いいのかな、これ上だけで。これで生徒に話さなくちゃいけないのか。あ、君でしょ、優秀な新入生って。ここは広いから迷うけど、それも初めのうちだけさ。大丈夫、すぐ慣れるからね。あさりたいんだけどな。盗賊できてるからね。まあ、生徒たちに話しても、これなんか事件起こってそうだからね。お、いいね。レッドタイツ。またレッドタイツ。もう雷と、炎と雷を少しだけ伏せる。あ、なんかそれっぽいね、今ね。盗賊の新入生誕生。別冊ハンマーという本がある。
ジェリーマンが時々落とすネバネバゼリーでくっつけるより他ありません。さあハンマーを直してレッツエコライフ。まあ錬金がなんかありそうな気はするけど、とりあえずそんなんだけ見つけましょう。知恵の泉。この書の内容は極めて高度、難しすぎると思ったら今はまだその時ではないのだろう。ルーンスタッフのレシピ。ああいいね。聖なる武具の書。魔除けの繊維、光の剣、ディバインスペア、ホーリーナス、クレセントエッジ、ホワイトシールド、聖騎士の盾。お、いっぱい入ったね。ミスリルフードとかね。エルシオン学院入学案内書と書かれた本がある。エルシオン学院初代学院長エルシオン教は雪原の広がっていたこの地に開拓し学院を建てました。エルシオン学院は未来を担う子供たちに健全な心と体を与えることをお約束します。上級錬金学だ。お、エルフのさえずりの蜜とか作れるね。太陽の石、虹色の布切れ、まあ、伝説級のアイテムですね。ここか。これはさすがエルシオン学院。氷の刃、フェンリルの牙、レイニーロット、スコールロット、テンペストロット、吹雪の斧、ブリザードアックス、氷の盾、水の羽衣。だいぶレシピ増えたね。初代学院長様のお墓にね、光る木の実をお供えしたんだけど、いつの間にかなくなってたのよ。なんか冒険進みそうだから、とりあえず、まあ、今回このぐらいにしときましょうか。次回回りましょう、エルション学院。絶対ここだ。はい。ということで、どうでしたっけ？カルバド大草原の、まあ、解決編ですね。まあ、今回はね、エルションに来ちゃいましたけど、解決と、その後にね、まあ、踊る宝石のクエストをこなしまして、まあ、ちょこっとね、迷いましたけど、こっちかなと思ってね。雪のね、一回迷ったところ前あったんですけど、上から行ける場所ね、あそこからも行けんのかな？まあ、中途半端だったんでね。で、下からも、行ったら雪の場所に行けて、このエルシオン学園見つけたんですけど、次回ここですね。まあ、ここではどんな事件が待っているんでしょうか。題して、カルバド大草原解決編その後ですね。ということで、次回ここからね、できたいと思います。今回ね、ちょっと早かったかな。ですけどね、次回ね、その分ね、じっくり回りたいと思います。とりあえずね、本棚とかで錬金のものは見つけたので、あとね、なんかクエストあったりすればね、また消化しながらね、進んでいけばいいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。